ご紹介いたします。田中圭司さん、国際学園。ますます演技に磨きがかかってきた田中圭司さんに、今年も名古屋フィギュアスケートフェスティバルに出演していただきました。田中さんはタンクトップですけれども、毎回プログラム楽しみですよね、田中選手の。今年も衣装もね、すごいこだわってるんで。ああいうズボンは動きにくくないんですか、男子スケーター的には。伸びれば問題ないんですけど、あれつなぎなんですかね。つなぎですか、ね、をこう結んでる感じじゃないですかね。同じ空間を共有できることに感謝し、精一杯演技します。曲はゴジラ。おお、いや、なんか最近本当こういうダンサブルなナンバーぴったりですよね、うん、なんかもう田中圭司といえばこういうなんかダンサブルでこう見せてくれるっていうのが本当楽しみになってますよね。ゴジラ踊ってんだけど、でも何か若い子には出せないような男の色気というか、すっごいかっこいいナンバーだと思います。やっぱりこうなんか身のこなしの一つ一つがやっぱ雰囲気がありますよね。なんかちょっとした首の
動きですとか、そこにねちょっと伸びた髪の毛がこうふわっといくところもなんかいいですよね。ね、なかなかこういう表現は多分ゴジラ滑るのって多分スケート史上初じゃない、リンクで初めて聞いたかもしれないですね、うん、でもそういった個性がまた魅力の選手ですよね。毎度ね本当楽しませてくれますよね。それでは田中圭司さんのアンコールの演技です。曲はリンクラン。いや動きますね、このステップ本当よく動いていいですよね。このプログラムを初めて見たときに、まあ、振り付けたマッシモ先生鬼だなっていう話を周りのみんなとしてたんですけれども、でもやっぱ振り付け師がこう踊らせたくなっちゃうスケートなんだなって感じますよね。そうですね、いやでも本当にこう夏のシーズンにアイスショーで披露してたとき本当きついんですよってずっと言ってたんですけど、こうシーズン、ね、かけてこうずっと滑り込んできて、